待つしかない。そう、待つしかないんだ。オッケーオッケー。報道したら変態になる。待ちます。そのままそっちを向いていて、目をつぶって待っていてください。待つ。はい。いや、待ってるやん。どんだけ長いの？台の方ですか？何何何？待ってるって。課長さん、先輩、もう大丈夫です。全部終わりました。はいはいはい。もうこっちを向いてもらっても大丈夫ですよ。はい。匂い大丈夫かな？匂い。課長さん、先輩、そんなに私の方をじろじろ見ないでください。いや、台の方したんすか？袋は見えないように背中と壁の間に隠しています。私悲しいです。男性二人の前でエレベーターで用を足すなんて。なんだ？なんか違う画面が出てきた。どうしてこんなことになっちゃったんでしょう？ぐすん。こういう時にハンカチ渡すんでしょ？お菓子渡すかな？お菓子はもうみんなで食ったぞ。はい、はい、すいません。はい、渡します。はい、はい、はい。え、先輩、このハンカチを使えないよって言って。ありがとうございます、ぐすん。これで、はい、はい。はい、俺のものになりました。あなたは親切になった。マジ？初めてじゃん。そういうプラスの性格初めてよ。やった、嬉しい。そうですよね。泣いていたって始まらないですよね。助けが来るまでもう泣きません。落ち込んでたって仕方ないですもん。おかげさまで元気が出てきました。本当にありがとうございます。はい。え、今回のことは僕も課長さんも絶対に誰にも言わないって？当たり前じゃないか、ミオくん。出たあの顔。ありがとうございます。恥ずかしいから黙っておいて、言っていただけると嬉しいです。あ、あれ、いきなり真っ暗になりましたね。落下の衝撃の影響で、はい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 。はい、はい。おい、お前、しろ、これ、この犬のような扱い変わんないんですね。暗いとちょっぴり怖いです。わかった、わかった。じゃあ、スマホで、使ってみようか。なるほど、スマホのライトで当たりを照らす作戦ですね。こんな明かりじゃ心もとない。天井のライトがまだつかないから、お前調べてみ。お前が調べろよ。じゃあ、天井のライト。蛍光灯があることはわかりますが、ちょっと距離が離れててよく見えません。なんかいいアイデアが思い浮かびそうなのか。これはもう課長。遠くて見えないから近くで見ればいい。そうだわ。肩車して見てみたらどうだ。肩車すると言っても俺は膝が悪いし。はいはいはい。はい。無理です。恥ずかしいし嫌です。拒否られてる。それもそうだな。まあ仕方ない。このまま朝まで待つのかないか。え、親切でも拒否られんだな。あれ？なんだか寒くなってきてませんか？はいはい。照明と一緒に暖房も消えちまったんだろうな。はい。ブランケットは2枚しか入ってないわ。まあ、序列を考えたらまず俺が1枚かな。今まで言ってなかったけど、そもそも、ちょっと風邪気味だしな、5本5本。お前今まで言ったことなかったろ、そんな咳なんて。腹立つ、こいつ。こっちルートはこっちルートで。寒いし暗いし、とっても悲しいです。悲しいんだ。あ、とりあえずブランケットあげようか。いらないでしょ、この男には。どうぞ。どうぞ、一人で使って。先輩、これを私にですか？私、冷え性なので、とても助かります。でも先輩はいいんですか？いいです、いいです。ありがとうございます、先輩。あ。親切のまま開いたよ。お、お、お。どうなった、どうなった。親切設計。やったぞ、やっと出られるぞ。やっと出られますね。ふふふ、でもなんだかちょっとだけ名残惜しいですね。そして1年が過ぎた。今日はミオちゃんの結婚式。さあ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 。今日はありがとうございます。それにしてもミオくん、花嫁姿とても似合っているよ。先輩も結婚するって聞きました。おめでとうございます。はいはいはい。ここだけの話ですけど、私ちょっとだけ先輩のこと好きになりそうだったんですよ。なんてお互い幸せになりましょうね。そうなんだ。え、結婚するわけじゃないんだ。惜しいエンド。惜しいだと。これが結婚すればトゥルーになるんですか？え、でもさ、何すればいいの？でも悲しいです。話してみる？みおちゃんに。温まるための道具。課長。こいつ。こいつ。待って、スマホ。使うって。
県外みたいですね。県外か。サボる社員がいるので、執務室以外は使えないようにしていると聞いたことがあります。スマホ渡してみる。そうだよね。腹立つ、こいつ。じゃあ、終わる。ぶっ殺すなんて言われても困ります。今ね、これ、非常事態の時の、通報ボタンを押した時ですね。みおちゃんがね、説明してくれてたんだけど、横から割り込んできてんのよ。すいません。今、こちらには警備員しかいないもので。それを何とかするのがお前の仕事？そうは言われましても。失礼を言って申し訳ありません。それよりも非常ボックスは使ってもよいですか？そちらはテナントさんのものなので。はいはいはい。緊急時なので使ってもいいとは思いますが。はい。急にあんなこと言ったらダメじゃないですか。言われた方だって困ってしまいます。ああいう風に言われた以上、非常ボックスを開けるのに少し抵抗があります。課長さんが目を覚ましてから相談するようにしませんか？あ、でも一応物語進むんだ。聞こえちゃいましたよね。夕食を食べていないのでお腹がペコペコなんです。お菓子をいただけませんか？え、金はいいから体で払え。悪っ。嫌だ、来ないで。来ないで。みおくん大丈夫かい？課長さん、それにしてもこんな悪だとは思わなかったな。今のうちに後ろ手で縛っておきましょう。こんなことなる。こんなことなるんだ。はい、動き出しました。大丈夫ですか？悪いな、こいつ。まず自分からまず先に行くでしょう。こいつだ。こいつが俺の財布を盗んだんだ。残念ですが仕方ありません。そして1年が過ぎた。絶対捕まってるやん。結婚式なんて行けないでしょ。らしいということを元同僚との接見で耳にした。捕まってる。俺の留置場暮らしはまだ続いている。執行猶予中にまた捕まってしまったので仕方がない。なんで、ちょい悪いなればさ、ちょっと傾いてくれるかなと思ったんだけど、相当悪かった。課長に渡そう。なるほど、そうか。みおくんは泣いているのか。そうだ、こんな時こそお前に渡されたハンカチを使う時だな。みおくん、泣かないでおくれ。このハンカチを使ってくれ。一回課長を経由して、みおちゃんに渡すっていうね。じゃあ、ブランケットを課長に渡します。もう一枚使っているからいらないぞ。あ、そう。じゃあ、ブランケットを自分で使います。あ、ミオ君を差し置いて自分が使うんだな。あなたは下道になった。やったね。よし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 。新しいルートだ。正気ですか、先輩。あ、自分で使ってる。いや、お前も人のこと言えんやろ。ぬくぬくと気持ちよさそうな顔。お前も人のこと言えんやろ。わかりました。もういいです。そして時は流れ。すごいみおちゃん怒ってた顔。私、下道なんでね。大丈夫ですか？やったぞ。やっと出られるぞ。わあ、すごい睨まれた。そして一年が過ぎた。今日はみおちゃんの結婚式。のはずだけど、なぜか僕の元には招待状が届かなかった。なぜかじゃないよ。下道エンド。お腹ペコペコです。からのお菓子食べる。え、先輩が食べるんですか？すごい勢いで全部食べてます。あなたは食いしん坊になった。マジ？そっちのルート行くんだ。下道じゃないのか。お菓子はもう食べちゃったんですよね。あれれ？ここはどこだ？課長さんは目を覚ましたんですね。はい、閉じ込められちゃったんだよって。何？それはそうと腹が減ったな。何か食い物はないのか？ねえよ。てめえにやる飯はねえ。先輩が持ってたんですが、もう全部食べてしまいました。何？そうだ、非常ボックスに何か入ってるんじゃないか？開けちゃっていいんですかね。いいよいいよ。はいはい。バリ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 。あれ？いつの間にか非常ボックスが開いてます。
非常用の食料が全部食べられてる。もぐもぐもぐ。うめえ。洋館。うめえ。バカ野郎、人の分まで全部食べるやつがあるか。だいたいお前は仕事中もお菓子ばかり食べているじゃないか。残業飯だって普通はカップ麺とかおにぎりだろ。お前この前、デスクでカニ一匹食べてたろ。で、どんだけ？ガミ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 。カニ一匹デスクの上で食えるもんなの？動き出した。やったね。まず真っ先に飯食いに行こう。もぐもぐ、うめえ。もぐもぐ、カニ、うめえ。やっと出られるぞ。で、おい。すごい勢いで出てきましたね。きっと何か食べに行くんでしょう。そして一年が過ぎた。今日はみおちゃんの結婚式呼んでもらえるんだ。今日はありがとうございます。それにしてもみおくん、花嫁姿とても似合ってるよ。もう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 、もうもうバク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 。お色直しで忙しいから料理は食べられないだろうって。せっかくの美味しい料理だから僕が食べてあげるって。別にいいですけど。そうなんだからお前は百貫デブなんだ。百貫デブとか言うなよ。美味しんぼエンド。ここで自分が使ったら芸道になるから、じゃあ渡す、とりあえず渡すか。渡しますか。はい。冷え性なので、とても助かる。いいんですか？あ、親切にはなんだ。おーおーおー。恩人のまんまだ。あ、珍しい逆に。よしよしよし。大丈夫ですか？はい。おい。先輩お先にどうぞ。あ、ありがとう。優しい。はい。うんうん。定型文。はい。え、おめでとうございます。やっぱり先輩は安定のコメント力ですね。何それ。それ、何？それ、なんか、嫌味ですか？もう、知りません。あなたは無気力になった。おー、新しいぞ。やった。ただひたすらに待つ。先輩はただ待っているだけなので、課長さんが起きるまで待つことにします。あ、もう返事すらしないんですね。本当に無気力ですね。あ、課長さんがミオを探しました。おー、ミオくん、これは一体？カクカクしかじか。なるほど、そういうことならカクカクしかじか。そして時は流れ。完全に無視されてたな、今。これ、あれ、社会人として大丈夫なんか、この無気力の人間は。大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。全然大丈夫じゃない。やったぞ、やっと出られるぞ。あれ、先輩は出ないんですか？お先に失礼しますね。本当に無気力なんですね。そして一年が過ぎた。よく働けてるね。らしいけど家を出るのが面倒だ。僕には関係のないことだから今日は一日寝ていよう。いやーまあいいんじゃない？そういうことも。そういうことでもいいんじゃないですか。無気力エンド。まだ全然尿意はないぞ。渡すか。みおちゃんに。先輩、喧嘩を売っていませんか？いや、売ってないです。すいません。ここで、簡易トイレを課長に渡す。いらねえよ、こんなところで用なんて足せるか。ええー。だって、簡易トイレ使うわ。け、なんだお前。え、先輩？おい、お前、それ、どうするつもりなん？先輩？あ、はい、わかりました。後ろを向いて耳を塞いでおきます。突然、なんなんだお前は。見たくもないから向こうは向くけど。なるほど。終わりましたか？え、まだ、すいません。
終わったのか？うん、汚いものは見せるなよ。そのトイレもちゃんと隅に隠しとけ。先輩、気を使っていただいてありがとうございます。自分もするよってことね。なるほど。え、何のことだ言って。お、あなたは男前になった。この発想はなかったなぁ。課長に渡した。俺はやらねえよって。ミオくんまで？お願いですから、いいというまで向こうを向いて耳を塞いで待っていてください。本気なんだな、分かったよ、そうする。先輩もいいというまで待っていてくださいね。はいはいはい、はいはいはい。カット。そんな怖い顔で見ないでくれよ。生理現象仕方ないってよく分かったから。先輩、ありがとうございます。恥ずかしいからあえてこっちを見ないでいてくれるのも嬉しいです。でも私悲しいです。はいはい。先輩、このハンカチ使えないよ。ですって。ありがとうございます。ぐすん。あれ？あなたは親切になった。男前で親切。やばいな。そうですよね。はいはい。男前で親切。やばいな。暗いとちょっぴり怖いです。先輩近くにいてくださいね。変わってる。話してみる？なんてなんて。天井を調べましょう。課長。天井。はい。ちょっと距離が離れててよく見えません。なんかいいアイデアが思い浮かびそうなんだが。ここはもう課長に話すしかないんだね。肩車できそうだね、これで。はい。膝が悪いんですね。どうする？ああ、二つ聞いたよ。先輩とだったらいいです。そうか、じゃあ早速だけど調べてくれないか？先輩乗っかりますからかがんでいただけませんか？はい。乗りました。匂いとか大丈夫ですよね？いえ、なんでもないです。大丈夫。こっちももうやってるからさ。もう用を足してるから。同じことしてるから。いや、急に足をつかまないでください。変な声出してすみません。ま、立ち上がるときは先に行ってくださいね。大丈夫ですか？重くないですか？普通の蛍光灯みたいですけど、ケースには入っていって触れそうにないです。ケース？ダメです。どうこうできそうな気がしません。先輩、そろそろ下ろしてください。結局こうなるんだ。ダメでしたね。まあ仕方ない。このまま朝まで待つほかないか。はい。先輩、これを渡しんですか？私、冷え性なのでとても助かります。でも先輩はいいんですか？え、俺は扱いだからそんなものはいらない？二つ聞いた。なんて一緒にブランケットに入りましょう、先輩。私、先輩とだったら全然嫌じゃないですよ。お、こいつ。さっきと対応違うじゃないか。スピー寝とる。先輩、もう寝てしまいましたか？いろんなことがあって疲れちゃいましたもんね。今日はずっと私に優しくしてくれてありがとうございました。大変な状況だったはずなのに。ちっとも嫌じゃなかったです。先輩のおかげです。なるほどね。自分から恥をかくっていうのが男前なんだ。なんだか先輩の存在が勉強になったわ。急に私の中で大きくなっているような気がします。たった一日のことなのにとても不思議です。どうした？私もそろそろ眠くなってきました。おやすみなさい。はい、おやすみ。はい、来たよ。やっと結婚できるよ。もう、大変だって。ほんまに、攻略サイト見ましたけどね。エレベーターを動き出したような。電気もついたぞ。なるほどね。いや、なんか、凡人を抜け出すのにさ、必要な条件っていうのが、なんか、必要になるアイテムを、課長になんか必要とされる前に渡せって書いてあったからさ。ああ、なるほどね。尿意の催した時に、課長にまずこれでやれっていうのかなって思って渡したんやけど違った。やったぞ、やっと出られるぞ。嬉しいんですけど、なんだかもっとこのままでいたかったかも。そうだ、先輩。個人の連絡先を教えてもらってもいいですか？お。だねー。来た。今日はありがとうございます。それにしてもミオくん、晴れ雨姿とっても似合っているよ。それにしてもお前がミオくんと結婚するとはな。ええ、私もあの時初めて彼の良さに気づいたんです。じゃあエレベーター様々だな。
きっと運命だったんだと思います。運命じゃないよ。今まで何回も失敗してるよ。熱々だな。ちょい悪がモテると思っていた時代もありました。わあ、めっちゃ可愛いじゃない、あなた。あなたは私本当に幸せです。顔違くね？私を幸せにしてたなんてそんなこと言いません。一緒に幸せになろうね。これから大変なこともあるかもしれないけど、私きっと辛い時はあのエレベーターのことを思い出すわ。ああ、敬語じゃない。あの時のあなた本当に素敵だったもん。愛してるわ。ああ、そうっすか。攻略見ましたけどね。おみさかなさん、いつもツイッターで見かけております。生肉さん。この、富井さかなさんと、その、もう一人のサークルさんなのかなんか、ちょっといまいち分かってないんだけど、生肉さんっていう人と、さかなさんの二人でゲーム作ってあるのかな。この、実態があんまり分かってない。デジタルっていうサークル名なんだよね。このドット感いいよね。8ビット感ツンチャツンチャみたいな、この昔のね、ゲームボーイで流れるような感じの音でございますよ。ゲームボーイってわかるかな？今の子わかるかな？ね。今の子はさ、スイッチとか、なんだろうね。ゲームボーイ系、アドバンスとかあったけど、何で、スイッチも一応、こうなんかあれなんか手に持ってやる系のゲームっちゃゲーム ?Thank you for your playing. はぁ、こちらこそありがとうございました。いやーもう攻略見ないと分からなかったのがちょっと悔しいなぁ。おっとおっと、見せられないよ。見せられないよ。でもまあ男前で親切だったらモテないわけがないもんな。結婚エンドやったねやったね。はい、ということでエレベーター、性格不安定な僕とみおちゃんの物語でございました。あー面白かった。楽しい時間を過ごしました。ね、もうほんと性格不安定すぎて、まあ悪も下道もね、もうどっちも似たようなもんだったけど、まあ、これでね、意図せず全部コンプリートできたし、もう本当に隅から隅までよく作り込まれてるゲームでしたね。ありがとうございました。